それでは今日の授業なんですが、今日は教科書22ページですね、セクション 1.5.3 の天地行列と特殊な行列というところからやりたいと思います。それで、後半ちょっと時間をかけて説明したいと思いますので、前半はややスピードを上げて飛ばすと部分があると思いますが、皆さんよく聞いてください。で、まず最初に天地行列ですね。多分皆さん、直感的にはほとんどよく分かっているかと思いますけれども、一応その定義の仕方のルールですね、を説明しておきましょう。A を、スモール a の ij を成分に持つような、M 行 n 列の行列としましょう。で、これに対して、天地行列というのを定義するんですけれども、そのイメージとしてはなんとなく分かっても、言葉ではどう表すかといいますと、多分そこは曖昧な人に対してはきちっと確認してもらいたいと思うんですが、 ij 成分が a の ji ですね、すなわち、これカッコつけなくていいです、すみません。この i 行 j 列の成分を今度 j 行 i 列に持ってくるんですね。その行と列の場所を入れ替えると。で、これで作る行列、数学ではその与えられるっていう言葉が言い方をよくしますけれども、ij 成分が aji で与えられる行列っていうのはすなわち、ij 成分にこのもともとの a の ji 成分をこう入れることによって作る行列っていうんですね。でこれを a の天地行列と。ああ、そうですね。すみません。ありがとうございます。はい。そうですね。ありがとうございます。はい。ああ、そうですね。僕のノートは間違ってなかったんですけど、黒板に書くときに間違えたようですね。で、この書き間違いっていくつかのパターンがあって、こう夜中ですね、こう非常に眠い時に講義ノートを作ると、ノートに書く時に字を間違えて書いて、それをそのまま板書の時も、気づかずに間違えて写すという時がもあります。また今日のようにノートにはちゃんと書いてたんだけど、何らかの理由でこう何でしょうね、情報が変わってしまったという場合もありますので、ぜひご指摘ください。で、こういうですね、ij 成分を ji 成分に入れ替えた行列を、a の、天地行列と言いまして、これを、a の左上に小文字の t と書いたり、あるいはその a の、右上に大文字の t と書いたり、いくつかの表し方がありますが、大体どの本でも天地行列はこう表すという断り書きがありますので、自分が読む本や論文を見て判断してください。それからあともう一つは、
その、まあ、元々の A がですね、この AIJ を IJ 成分に、持つというのをこう書きましたけれども、同じ書き方で点値行列を表しますと、その IJ 成分には、まあ、AJI が来ると。まあ、こういう書き方になりますので、ですので、まあ、例えばその問題の証明などで、まあ、点値行列の成分を書いたりするときに、まあ、面倒なときには、こういう書き方を使うことで、その、まあ、こちらの元々の A の表し方と同じように、略して書くことができます。まず、点値行列の定義はこれでですかね。で、次に、その、まあ、教科書の22ページの、まあ、下から2行目から、あと、教科書の23ページの上の方にかけて、まあ、点値行列について、その次の等式が成り立つということがありますので、一応これは一つの命題として書いておきましょう。で、括弧1から括弧4まであります。で、教科書でも括弧1から括弧3は優しいから括弧4だけを確かめようというふうにありますが、まあ、ここでもちょっと時間の都合で括弧1から括弧3までは省略いたします。ただし、例によって僕の講義ノートには括弧1から括弧3の方の証明も書いてありますので、これはちょっと各自まず考えた上で、もし分からなければ後でこっそりですね、見て確かめてください。じゃあ括弧4だけ一応書いておきます。A が M 行 N 列の行列で、それから B が N 行 L 列の行列のとき、何が成り立つかというと、AB の積の点値行列が B の点値行列と A の点値行列の積に等しくなるという性質です。で、これはまあ括弧1番、括弧2番、括弧3番ほどあまりこう明らかというか、パッと見てすぐあって納得できるものではなさそうですので、ちょっとこれだけはその、まあ、直感的なその証明のアウトラインを少し説明したいと思います。一応断っておきますけれども、今から書くのはその証明のアウトラインであって、証明そのものではありませんけれども、証明の元になるアイディアをですね、なるべく皆さんが分かるように説明しますので、実際の証明はこの説明を元にして皆さん自身で作ってみてください。ということで、どうしてもこの黒板の方がの下に書かざるを得ないので、ちょっとこちらの右側の黒板の方にまた続きを書きたいと思います。で、まあ、示したいのはこの等式ですね。で、じゃあこれを示すためには何を示せばいいかっていうことで、またこのいつも前回も言いましたけれども、
その何を示すかを考えるときにはその定義に戻って考えましょうと。で、これ示すのは何かっていうと、これ行列の等式ですから、行列の等式を示すためにはその行列の等式が等しいということの定義をもう一回思い出すと。そうしますと、例えばこの場合ですと、この右辺の AB の点値行列の、まあ、IJ 成分ですね。IJ 成分と、あ、左辺じゃない、左辺ですね。左辺の AB の点値行列の IJ 成分と、それから右辺の、B の点値行列かける A の点値行列の、まあ、IJ 成分が、まあ、それぞれ等しいということをこう示すというのが、まあ、ここでの、まあ、証明にで行うことです。まず何を示すかということを確認しておきましょう。すみません、真ん中ら辺でこう喋ってると、カメラさんには結構その動きに追随してもらうのに大変だと思うんですが、じゃあ右側の黒板に行きまして、で、そうしますと、じゃあまず、今示そうと思ったことでですね、左辺の方を考えますと、その、左辺は AB の点、AB、A×B という行列の点値行列の IJ 成分を考えたわけですよね。で、いきなりこれを考えるのは、その、ちょっと大変なので、で、点値行列の定義に戻って考えて、じゃこの AB の点値行列の IJ 成分っていうのが、もともとのその AB という行列の一体何成分になるかということを考えましょう。何成分になるでしょうか。はい。ここがですね、点値行列の定義から、これ AB の点値行列の IJ 成分っていうのは、もともとの AB の、JI 成分になるわけですね。で、その JI 成分なんですけれども、この JI 成分っていうのは、実際にはどうやって求めていたかっていうと、今度はその行列のその積の定義に戻って考えるわけです。そうすると、J 行 AB の積の J 行 I 列でしたから、これっていうのは、その行列の積の定義に戻ると、これ A の第 J 行と、それから B の第 i 列の積は、積の和ですね。で、表されておりました。で、こう言われてもですね、まだピンとこない人もいるかもしれないので、一応、もう少し丁寧に、この行列 A と B を書いてみましょう。今、A が、M 行は N 列ですから、A というのは、まず第1行が A の11から A の 1N まで成分があって、でそれで、まあ、点々点々ときて、第 J 行ですね。第 J 行は A の J1 から A の JN まで成分があります。で、同じようにして、A は M 行ですから、一番下の行は A の M1 から A の MN、まあ、こういう成分からなる行列なわけですね。まず A はこうだと。で、一方で、B はどうなってますかっていうと、今度は B は第 I 列を取りなさいって言っていますから、これ列を中心に書きますと、第1列ですね。第1列は、B は N 行ですので、B の11から B の N1、までの成分からなっています。で、同じようにして、第 i 列を考えますと、B の i1 から、あ、ごめんなさい、1i ですね、ごめんなさい、B の 1i ですね、
第 i 列ですから b の 1i ですね。b の 1i から、b の ni と。まあ、こういう成分からなるのが b の第 i 列ですね。で、同じように、第何列まで続くかというと、l 列ですので、第 l 列は b の 1l から、b の nl と。まあ、こういう行列が b なわけですね。で、その ab の検知行列の ij 成分っていうのは、もともとの ab の ji 成分ということで、でそれは a の第 j 行と b の第 i 列の積の和ということでしたから、実際にはどの部分の成分の積の和を取ったかというと、 a はこの部分ですね。それから b はこの部分だと。でこれについて、この a の j1 かける b の 1i、 a の j2 かける b の 2i、 点点点同様にして a の jn かける b の ni の和を取ったものが、この AB の点字行列の、まあ、IJ 成分だと言えるわけです。そこで、まずここまでいいですか？ここまでちょっと皆さん、写しましょう。大体の人がまあ写し終わったなと思ったら先へ進みたいと思います。はい。でそこで今度は、その、まあ今はこれ、A と B という行列を使って、この積和を考えてみましたけれども、逆にですね、これを、B の点字行列と、それから A の点字行列で見るとどうなるかっていうことを考えてみましょう。で、一応ちょっと都合上、その B の点字行列の方から先に書いてみますけれども、これどうなるかっていうと、まあ、この行列ですね、B っていうのは、この行列をまあ、ちょうど、まあ、この対角成分を中心にピラッとひっくり返すような形にすればいいわけです。そうすると、B の点字行列は、もともとの B はこれ列単位でこう要素を並べて成分を書いてましたけど、これがその今度は行、B の点字行列になると行単位で成分を並べることになって、B の11から B の N1 がですね、この第1行に来るわけですね。で、同じようにして、もともとの B の第 i 列っていうのが、B の点字行列では、B の 1i か。で、B の Ni というふうに第 i 行に来るわけです。で、最後に、B の 1L から B の NL という成分が第、L 行ですね、L 行に来ます。で、今度は同じようにその A の点字行列も表してみましょうと。ということで、まあ、A がこう表されていたものが A の点字行列だとどう表されるかといいますと、A の第1行だったものが A の点字行列では、第1列になるわけですね。A の11から A の 1n。同じようにして A の第 j 行が A の点字行列では第 j 列。で最後は締めくくりは A の第 M 行が A の点字行列では第 M 列。
まあ、こういう形になりまして、で、A の第 J 行が天地、A の天地行列が第 J 列に来たと。ということで、その、ちょっと上と同じこの積和ですね、この上はその、AB の JI 成分はこういう積和で表されていた、A と B の、まあ、こういう積和で表されていたんですけれども、これを A の天地行列と B の天地行列で書きますと、実は同じものが、その、B の天地行列の第 I 行とそれから A の天地行列の第 J 列の積和なわけですね。で、に等しくなると。で、これっていうのは、実は、B の天地行列と A の天地行列の積の、この左にあるものの第 I 行と右にあるものの第 J 列の積和ってことは、これ結局この積のまあ、IJ 成分に等しくなるということなんですね。そうすると、まあ、一応こうやって実際にこう IJ 成分っていうのを表してみると、まあ、2通りの表し方ができるということで、その左側の黒板に書きましたように、その AB の天地行列の IJ 成分がですね、実はここに書いたように、その B の天地行列×A の天地行列の IJ 成分に等しくなるということが、まあ一応直感的にはこんなふうにこう示されることが分かると思います。ここまで何か質問ありますか？大体まあこのですね、この性質等式の意味はこういうものだということで、で実際にはその証明を書くときには、その AB の天地行列の IJ 成分をまあ こういう成分の積和で表されるとか、それからそれがこちらの積和に等しくなるとかいったことを、まあそれぞれの成分を表す文字を使って、こう式を使って表すことになりますので、まあ一応このアイデアをもとに、ちょっと皆さん各自で考えてみてください。はい、いいですか。ということで一応ですね、その教科書は23ページの、まあ、半分よりちょっと上ぐらいまでこう来たことになります。で、これから先、そのいくつかその特殊な行列が出てきますので、その言葉の定義をしていきます。まず対象行列。対象行列は、まあ、行列 A をこう表したときに、この A が、対象行列であるとは、その A の、まあ、J 行 I 列の成分が A の I 行 J 列の成分に等しいと。で、これが全ての J と
愛に対して成り立つというのを時 A が対称行列と言います。それからもう一つ忘れていましたけれども、 A は正方行列ですね。 A は正方行列とします。で、これは多分皆さんすぐ分かると思うんですけれども、例えば教科書の例にありますように2次の対称行列ですと、その2次の対称行列ですとこういう形をしているといったような例が出ています。で、それからですね、教科書の言葉が出てくる順番と若干前後しますけれども、対称行列とこう同様の概念として、交対行列というのがあります。で、交対行列は、やはり A を正方行列としたときに、A が交対行列の定義は、Ji 成分が Ij 成分のマイナス1倍に等しくなるというときに A を交対行列と言います。で、あと同じ言葉として教科書ではその Y 対称行列とも呼ばれるというふうに書いてあります。Y というのはその歪んだというような意味だと思うんですけれども。で、交代行列の例としまして教科書にもありますけれども、2次の交代行列では、0a-a0 ですね、こういった形を取るということが紹介されています。この辺は言葉の定義ですので、まだ流して聞いてください。多分この先が今日はちょっといろいろ頭を使うことになるかなと思います。で、それからあと教科書23ページの下半分の方にある言葉としまして、対角行列というのと、それから、スカラー行列というのもあります。で、まず対角行列ですけれども、N 次の正方行列で、
まあ、ここの今この式で書きましたように、その対角成分以外が全てゼロの行列を対角行列と言います。でこれをまあいちいちですね、こう行列書いて成分を対角成分だけ斜めに書いてゼロを書くっていう代わりに、まあ、こういう書き方をします。で、この記号なんですけれども、これは英語で「ダイアゴナル」っていうのの単語の略ですね、まあ、頭文字を表したもので、でまあ、ダイアゴナルっていうのは、まあ、英語ですと対角線のとか、それから斜め方向のといった、そういう、まあ、名詞だったり形容詞を表しますが、一応それを略してダイアグ、括弧 HA2.AN っていうことで、この対角行列を表します。でそれから、あとA がスカラー行列は、これ、まあ、対角行列で、しかも対角成分が、まあ、全て等しい行列をスカラー行列と言います。で、まあ、別の表し方では、ここの式に書きましたように、その単位行列のスカラーバイトも表すことができます。ここまで何か質問ありますか？はい。それでですね、まあ、今日の残りの時間多分かかってしまうと思うんですけれども、教科書の、24ページを板書を写し終わった人は見てみてください。まだの人は一応板書の写し終えるまでちょっと待ちます。それで、大体いいですかね。ちょっとこの教科書24ページの1行目にあります、例題 1.3 を皆さんちょっと見てください。ちょっと読みますね。A イコール AIJ が全ての x に対して ax イコール xa を満たせば a はスカラー行列になることを示すということで、一応ちょっとこれをまあ一つの何でしょうね、この行列に関する命題、まあ事実ということで、性質ということで、一つの命題ということに書いておきましょう。これは例題 1.3 です。まずちょっとこの問題文の意味をですね、皆さん書きながら追っていってください。 A は N 次正方行列です。でこれが
すべての x、x っていうのは、行列でして、a と同様、n 次正方行列なんですね。これに対して何を満たすかっていうと、ax イコール xa と。前回の時間で、その行列の積を定義したときに、前回ですかね、前行列の積を定義したときに、その行列は、積に関して一般には非可観ですと。一般には非可観ですと。だから可観とは限りませんという話をしましたが、これは、その a が、すべての x に対して、可観、積について可観ですよってことを言っていて、それを聞いた段階で、この a っていうのは、なんか特別な性質を持つ行列なんだというふうにこう想像できると思います。というか想像できてください。で、こういう性質を満たすと。で、その時に A はどういう行列なんだろうって調べてみると、実はこの時 A は行列ですと言っているのはこの命題です。で、スカラ行列ってのはどういう行列だったかっていうのを先ほど定義したばかりですので、もう一度思い出してみると、ある A ですね、対角成分がすべてある A という値を取っていて、でそれ以外の要素は全部成分がゼロってこういう行列なんですね。だからかなりこう特別な形をしているということが分かるわけです。それで一応この例題を強調したかったのはそのだんだんですねこの線形代数が進んの授業が進んできてようやくここでなんとなくこう大学の数学っぽい問題にこう出くわしたかなというふうに皆さん思っている人もいるんじゃないかと思います。で、ですので、一応最初ですので、こういった数学の問題を解くにあたって、どういうアプローチをすればよいかという、一つの例をこれから示したいと思います。今日の時間の許す限りですけれども。で、多分、最初に僕が強調しておきたいのは、多分皆さん多くはですね、僕も、そういう時期もありましたけれども、数学でこうそれまで見たことがない、わからない問題に、こう、出くわしたときに、やっぱり解き方を知りたいっていう、なんて言うんでしょう、欲求は多分あると思うんですよね。どうやったら解けるのか。で、皆さんこれから、例えば数学の授業でいろいろな演習問題が出てきたときに、これはどういうふうに解いたらいいのか、これはどういうふうに解いたらいいのかっていうことが気になるでしょうし、またそれは自然な疑問だと思います。で、ここで皆さんに伝えたいのは、単に、なんでしょうね、多分その高校までの数学の勉強の仕方ですと、大体高校までの数学っていうと、受験問題にはいくつかのパターンがあって、でそれに対して、こういうパターンの問題があったら、こういう解き方をして解くと。こういうパターンの問題があったら、こういう解き方をして解くというふうな形で、ある種の訓練をしてきた人もいるのではないかと思いますけれども、大学の数学では、なるべくそういったそのパターンを身につけさえすれば、その問題が解けるという学び方からは脱却して、欲しいなという希望があります。で、それは、いろんな意味でバックグラウンドがあって、例えば、皆さん、これからですね、大学で勉強を終えて、社会に出ていきますと、社会 で皆さんがこれから出くわす問題というのは、大体が、答えのない問題だと思って、良いでしょう。それは、例えば、仕事に対してある何か解決しなければならない問題であったり、
あるいは皆さんその人生のライフイベント何かで解決しなければならない問題であったりするわけですけれども、これまでの受験勉強のようにその答えがあるとは限らないし、あるいはその答えが解けたら誰かが OK って言ってくるわけでもないと、最終的にはこの自分が納得できるかどうかっていうところにかかってくると思うんですよね。で、大学でこれから学ぶ数学の問題っていうのも似たようなところがあって、何回か僕も説明しましたけれども、そのこれまでに皆さん線形代数でいくつかそのゲームのルールみたいなものですと僕が説明して、いくつかの定義をしました、道具を作りました、道具をこうどういう道具があるかって学んできたわけですね。でその道具を使って、じゃあこういうことがですねどのようにして言えるかっていうことをその都度その都度その皆さん自身でですねなるべく一つ一つ段階を追って考えるっていうことが本来その数学においては自分の理解ちょっと詰まっちゃいましたすいません。ただそうですね、単なるパターンではなくて、その自分が何でしょうね、この例えば誰かが人がそれはいいよ、それはいいことだよ、それはでいいんだよって言うから、ああよかったって自分で安心するっていう、そういう問題の解き方っていうのは皆さんこれまで知ってきたことが多かったと思うんですけれども、そのこれからのこう人生生きていく上では、自分自身でこれが自分にとって良いことか、もしくはこれが自分に正しいことかっていうことを自分の力で判断する必要だと思うんですよね。で実はその数学の問題を解くっていうのは数学を理解して解くっていうのはそういう上ではやはりそういう力が必要だと思うんですね。で何が正しいかっていうのはこのまず最初にこの線形代数でいろんなものを道具を定義したところから出発して、それでそこからだんだんこう論理を組み立てていって、で最終的に例えばこういう問題に対する自分の答えが正しく導かれているかどうかっていうのをこう自分でこう分かった、もしくは正しいっていうふうに納得できるっていう、そういうことが多分大事なことだと思うわけです。それはただ単にその数学の問題を解く上だけでなくって、自分自身 の考え方や考え方を持ったりとか、それから自分自身の判断力を持ったりとか行動力を持ったりとかっていうことにもつながっていくのではないかと思います。で、多分これからその社会に出ていこう行く皆さん、活躍される皆さんにとって一番大事なことがそういうことではないかと、の一つが大事なことの一つがそういうことではないかと思いますので、ぜひですね、そういう意識を持って勉強していってもらいたいなということで、ちょっと今日の録画はかなり支離滅裂な時間帯ができて、しまったんですけれども。一応あまり編集はせずに載せるつもりですので、じゃあとりあえずじゃあまずこの問題をですね考えていきましょう。で、大体これからその数学の演習問題を解く中では、その何とかであることを示しなさいっていう問題がいくつか出てくることが多いと思います。でその場合に皆さんやることっていうのはじゃあ何とか成り立つことを証明するってことが必要になってくるわけですけれども、まずその際にはっきりその証明の道筋のつけ方っていうのを多分最初にある程度はっきりさせておいた方が良いかと思うわけですね。で、今回ですとスタートとゴール
が多分証明にはありまして、でまずゴールで何を示せばいいかっていうことをちょっと見てみましょう。まずここで最終的に示すべきことはこの A はスカラ行列であることを示しなさいって言っていますから、じゃあ A はスカラ行列であるっていうためには何が言えていればよいかと言いますと、まあこういうことなんですけれども、そのスカラ行列の定義に戻って考えますと、このまあ A っていうこういう行列ですね、この中で対角成分がまあ等しいと、それから対角成分以外の成分は全部ゼロであるということが言えてればいいわけです。これ i と j がまあ異なるすべての組み合わせに対して、この a の ij というまあ対角成分以外の要素成分がすべてゼロになるという、この2つがまあ導ければよいなということが、まずこのことから分かるというか、このことからまずこういう事実をですね、つかみましょう。で、一方でそのスタートといいますか、その仮定ですかね、まあ、どういうものを手がかり、どういう事実を、数学的な事実を手がかりにすればいいかというと、ここですね、すべての x に対して ax イコール xa が成り立つと、まあ、これを手がかりにしてこの a がスカラ行列であるということをこう導くことになります。で、その手がかりであるそのすべての ax に対してこの ax イコール xa が成り立つっていうことなんですけれども、これもやはりこれ行列の等式ですと言って今まで何回か説明しましたけれども、やはりその行列の等式の定義に戻って考えますと、これはその、まあ、ax の、まあ、ij 成分とそれから xa の、まあ、ij 成分が等しいと、まあ、これが出発点になるわけですね。ですので、この問題を解く上では まあ、任意の行列 x に対してこの x の ij 成分と xa の ij 成分が等しいという仮定があって、じゃあそれのもとで、じゃあその A がスカラ行列である事実をどうやって導くことができるかというところを、それをうまく導くっていうのがこの証明のポイントになるわけです。一応、まあ、こういう段階を追ってこの証明の仕方を考えるというのを押さえてみてください。ここまで何か質問ありますか。じゃあその道筋に従って事実を少しずつ明らかにしていきましょう。で、一つ最初にお断りしておきますけれども、これから説明する証明は教科書の24ページに書かれている証明とはちょっと異なります。実は、僕もいろいろこの教科書の証明を読んだりして考えたんですが、教科書に書かれてある説明証明は非常にエレガントと言えると思います。よく考えられていて、うまくこうパッと示せるアイデアがありますけれども、ただ一応ですね、そのこの今僕が申し上げたその基本の道筋に沿ってやる証明をですね、一応最初説明した上で、多分その証明にもいろいろなやり方がありますから、
その、まあ、こちらの 教科書の証明も各自で考えてもらえればいいんじゃないかというふうに思います。ということで、まあ、あの教科書ほどエレガントではないけれども、まあ、基本に忠実なオーソドックスな証明をここでは説明したいと思います。まずですね、その先ほど説明しましたように、その最初の証明の出発点として、あの AX の IJ 成分と XJ の IJ 成分を比べるっていうところからやりますので、でじゃあ、この AX の、まあ、IJ 成分ですね。IJ 成分を、まあ、小文字で、小文字の AX 括弧でくくって IJ と書きましょう。それから、まあ、XA の IJ 成分も、まあ、同じように小文字で XA 小文字で書いて括弧でくくって IJ というふうに表しましょう。で、これからやることはその i が1から n と、それから j が1から n を取ったときに、この命題の仮定というのは、この ax の ij 成分と、それから xj の ij 成分が等しいっていう、そういう仮定でしたよね。ax と xj が、xa が等しいっていうことは、それぞれの行列の積の IJ 成分が全部互いに等しいということだったんで、まあこれをここからですね、これを満たすこれはあの AIJ っていうのはこの行列 A の要素ですね。だからこれが成り立つときに、じゃあ行列 A の要素はどういう条件を満たさなければならないかと、これを探っていくことにしたいと思います。まだ写している人がいると思うので、もう一度この筋道を説明しますと、仮定はその行列 AX と XA が等しいということだったんですね。それはどういうことを言ってるかっていうと、AX と XJ の IJ 成分が全部互いに等しいということが仮定になります。でその前提において、というかそれを満たすためですね、こういう時に、これが成り立っている時に、じゃあこういうのを満たすためには、そのもともとの A の要素ですね、行列 A の要素がどういう条件を満たしていなければならないかと、まあこれが満たされたときに、この A の要素についてはどういうことが成り立っているかということをこれから見ていきます。で、まずですね、そのこの AX と XJ のその IJ 成分なんですけれども、行列の積の定義からそれぞれを書き下してみますと、まず AX の IJ 成分というのは、これはこの行列の積ですね。一応行列の積というのを書き思い出してみてください。K が1から N まで回して、A の IK×X の KJ ということで、まあ、A の第 I 行の要素と、それから X の第 J 列の要素の積和だったということを思い出してください。で、まあ、これが AX の IJ 成分ですね。で、一方で、その XA の IJ 成分というのは、同じように行列の積を思い出しますと、K が1から N の、X の IK かける A の KJ と。すなわち、
行列 X の第i 行と行列 A の第j 列の要素の積和でした。これが言えていると。ここまでいいですか。で、今仮定していることは、その行列の積ですね、AX で XA が等しいわけですので、これが、つまりその行列 AX の IJ 成分と XA の IJ 成分がそれぞれ等しいということが言えているわけですね。で、これより、つまり何が言えているかっていうと、この2つの和が等しいということが言えているわけです。ちょっともう一回書いて面倒かもしれませんけれども、面倒な人は省略していいですが、これが成り立っていると。こういう等式が成り立っているとなります。で、この等式から何か言えないかなっていうことを考えるわけですね。とりあえず、じゃあこの等式の右辺を、この左辺に、移行してみましょうと。そうしますと、ちょっとこれもやや面倒ですけれども、一応丁寧に書きますと、こういう等式が導かれますね。これはただ単にこう移行しているだけですから、それほど問題はないでしょう。ここまでいいですか。で、この式をじっと見るんですけれども、ちょっとこの式じっと見てるだけではあまり先に進めませんから、とりあえず困ったときは何やるかっていうと、展開してみるってことですね。で、さらにこう手が面倒なことになりますけれども、これは頑張って展開してみると。で、和の記号を展開すると。そうしますと、まずこの1個目の和の方ですね、これは A の i、ごめんなさい、A の i1、X の 1j プラス点点点ときて、A の i か、i と i マイナス1、X の i マイナス 1j と。ちょっとここだけ特別に要素を書き出しておきます。x の ii、a の ii×x の ij っていう、この積だけちゃんと書き出しておきます。その次は a の i、i プラス1、x の i プラス 1j、点点点ときて、a の in、x の nj。これが最初の和の記号の展開ですね。で、次にこのマイナスのついた2つ目の和の記号を順に展開します。マイナス、しかも書くときに A の ij を先に持ってきます。A の
1JX の I1 点点点ときて、A のJ マイナス 1JX の IJ マイナス1プラス A のこちらの、あ、ごめんなさい、これ全部マイナスでしたね、すいません。こちらの2つ目の和の記号の展開では、この A の JJ かける X の IJ というところを特にこう書いておきます。取り出しておきます。マイナス A の J プラス 1J かける X の I かける J プラス1点点点プラス、ごめんなさい、マイナスですね、ごめんなさい、またマイナス。マイナス A の NJX の IN ですか。それで、ここで一つ注目したいのはですね、この X のなんとか、X のなんとかとかって、この行列 X の要素ですね、この行列 X の要素の中でこういっぱい出てきますけれども、実はこの IJX の IJ 要素っていうのは2回出てくるのところがここにあるっていうのに注目しましょう。他のものは全部この要素の成分の場所が全部異なるんですけれども、この X のこの IJ 要素だけは2回出てくると。でそうしますと、まあ、これが0なわけですね。で、これが0なんですけれども、この右辺、左辺の部分をまとめますと、実は、ここの黄色ので丸で囲ったところは、A の II マイナス A のJJ かける X の IJ というふうにこうまとめることができまして、で後の項は和の記号で書きましょうか。 K が1で not i から n、ちょっとこういう書き方しますけれども、これはK が1から N を取るんだけれども、I だけはスキップすると、除くという意味ですね。これの A の IKX の KJ マイナス、もう1個は、K が1から N まで取るんだけども、J だけ除くと。X の IKA の KJ。まあ、こういう形でこう左辺をまとめることができます。まあこの段階でちょっとすでに力尽きてる人もいるかもしれませんし、あるいはちょっとこう睡魔に負けそうな人もいるかもしれませんけれども、まあ僕もそういうことがよくありますので、大事なことは皆さん集中できるときにですね、しっかり復習しておいてください。で、まあ、こういう式があったと。で、これが0になるよと。で、0になるんだけども、もう一回仮定を振り返って考えてみると、その行列 X がどういう行列であっても、これが成り立つようにしなきゃないと。ということは、この行列 X の成分の X なんとかって、ここにはこの、任意の、まあ、実数だったら実数が入ってくるわけですね。任意の実数が例えばここが入ってくるときに、この式全体が0になるためにはどういう、その A の
A の何とかっていうのはどういう条件を満たさなければならないかっていうと、実はこれはもう全部ゼロですよということをしないとこうゼロにならないわけですよね。だからその X がどんな値にとってもこの式全体をゼロにするためにはこの A の要素はここは例えばゼロになっていなければならない、それから例えばここはゼロになっていなければならない、それからあとここもゼロになっていなければならない、とそういう条件が導かれるわけです。でそれをですね、この i と j をですね、この1から n の間までいろいろ取り替えても同じ条件が成り立つことからですね、ちょっとあとはちょっと時間がなくなってきましたので、口頭でさささっと説明しておしまいにしてしまいますけれども、もう一回振り返りますと、これが成り立たなければならないと。でこの行列 X の要素がどんな値をとってもこの等式が成り立たなければならない、つまり0にならなければならないので、それを満たすためにはこの今黄色いアンダーラインを引いたところが0にならなければならないということから、実はそうですね、すべての i と j が等しくないような組み合わせに対しての a の ii っていうのが a の jj に等しくなければならないですね。そこそこが0になるから。それから a の ij、 すなわちこの i と j が異なる要素、すなわち対角成分以外の成分ですね、これは全てゼロでなければならないという結論が導かれるわけです。ということで、先ほどですね、その左側の黒板の下の方に書いた式の内容からこの文章までは一番大事なことは僕ちょっと時間の都合で口頭で喋らざるを得ませんので、そこを各自よく理解した上でまとめてほしいと思います。でゆえに A はスカラー行列と、いうことで一応この今の方法での証明が一通りできるわけです。ここまで、今日は大体ここまでになると思うんですが、何か質問ある人いますか？一応この授業終わった後も個別に質問は受け付けますので、分からないところがあったら聞いてください。それからあと先週ですね、前回の授業の時に提出してもらったレポートなんですけれども、一番の部分はティーチングアシスタントの2人の人に添削をしてもらいました。で、これから2番と3番の方は僕が読ませていただきまして、次回ですね、の時間に返却できるように鋭意努力したいと思います。ということで、じゃあ今日はすいません、ちょっと途中ですね、説明が止まってしまいましたが、箇所もありましたが、次回は教科書24ページの下半分ですね、例題 1.4 からまた始めたいと思います。それでは今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。